馬肉のチーズ焼きカレー仲直り編。お互いが感じていることや相手に対して直してほしいところがあるならとことん話し合おう。今回は馬王の馬筋カレーをアレンジしてチーズ焼きカレーを作っていく。この組み合わせ、猫に小判、豚に真珠とはわけが違う。カレーにチーズ、それすなわち鬼に金棒、そのくらいの組み合わせといっても過言ではない。さあパセリを切っていく。こういう細かな作業は後の仕上がりに大きく関わってくる。後悔先に立たずだ。落ち着いて丁寧に切ること。どうしたんだ俺、なんだか今日はことわざが止まらない。飛ぶ鳥を落とす勢いで出てくる。あ、また出てしまった。まさか才能が開花したのか。継続は力なりという言葉がある。今までの努力が実を結んだに違いない。今の俺ならこのチーズ焼きカレーに最高のことわざでナレーションをつけれるかもしれない。ご飯の上に馬筋カレーを乗せたら、その上からチーズを散らす。塵も積もれば山となる。カレーが隠れるくらいこんもり乗せたら真ん中に卵。カレーと卵は竹馬の友、チーズともきっと馬が合う。さあオーブンで焼いていく。な、もう焼けたのか。生き馬の目を抜く速さだ。さすがの編集。パセリを散らせば完成。みんなも食べてみるといい。百聞は一食にしかずだ。今回の動画は大衆馬肉酒場馬王の提供でお送りしました。